はいどうもヒョードルです。スズメキノピオ隊長続きをやっていきたいと思います。エピソード3の8ステージ目デコボコデザートですね。どんなステージですかね。入ってくるやつがいる系なとこですね。こっち押すと、あーなるほどなるほど、デコボコデザートですね。お、これなんだろう。お、ダイヤだ。じゃあこいつはどうしようかな。どこまで持っていくか。おい、あーけどなんかあれだな、ちょっと怖いっすね。本当に投げ捨てていいかみたいな話があるような、まあなんとなくやりましたけど、多分これで2つ目が取れる気がします。よしで、おお、あ、なんかあんなところにあいつ投げたらいいんすかね。これどこまで降りるんだろう。ああ、なるほどなるほど、これもちょっとひと手間必要そうですが、おお、上がっちゃった。さまっぽいでいいかな。じゃあこうかな。これで降りれますね。おっとっとっと、危ない危ない。でこれを、これで、ああダメか。あ、じゃあまあ何でもいいんですね。これでここから投げりゃいいわけだから、ほいっと、ああ、しまった。方向間違えた。そんなとりあえずスタート取ります。ちょっと取り方分かったのにスイッチも8回でゴールした。なるほど、じゃあちょっとついでにもう一回行きましょう。ちょっとなんかあれは悔しい、完全取れるのに。でついでにスイッチ8回もクリアして行っちゃおうと思います。とりあえず1回は踏まないとダメで、こいつはぽいでしょ。あれもダイヤ取るためだから、とりあえず置いときたいけど、ああだから、ここを押して上がって、こいつ怖いな。ああ、飛ばされちゃった。んで、これを押します。で、あれ、こうこうかこうか。でこれで降りて、怖い怖い。ちょっと見づらいんですけど、でこいつを拾って、これよく聞いたら「おろせおろせ」って言ってるのか。なるほど。んで、ここ一回上げて下ろして、でここで上げますね。もうなんか言葉だって分かったら、それなんかちょっとかわいそうになってきますね。かわいそうになるけど、あなたはダイヤ取っておいで、イエーイ。んでこれでどうかな、8回ちょっと数えてなかったんですけど、多分最短でいったんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。よし、やりました。よしよし、まあダイヤ3つ目とついでに、まあスタンプももらっておきましたということで、今回はここまでです。どうもありがとうございました。